ナラスポーヒーローズー、いやー、始まりました。第3回目のナラスポーヒーローズ、担当は奈良 .fm DJ の浜崎剛がお送りいたします。ナラスポーヒーローズ第3回目ということで、もう皆さんナラスポーヒーローズは見ていただけたでしょうかね。第1回第2回とお送りしてきました。第3回目、ナラスポーヒーローズなんですが、まあ、このナラスポヒーローズね、まだ見ていないという方も当然いらっしゃると思いますので、この番組のね趣旨だけご紹介いたしましょうか。このナラスポヒーローズはですね、奈良で活躍するスポーツチーム、スポーツ選手をピックアップして、選手チームをどんどん奈良に広げていこう、そして全世界、全国、全世界に広げていこう、そういった番組でございます。ですのでね、皆さん、この奈良県民の皆さんはですね、ぜひこの奈良で頑張っている人たちを応援していただきたい、そういう番組でございます。この奈良スポヒーローズはですね、ディアーズ奈良という放送局で、いつも放送、毎週水曜日の午後7時から8時の1時間、約1時間ですけれどもね、1時間お送りします。奈良スポヒーローズ、まあこのディアーズ奈良ですね、ディアーズ奈良どんな放送局なのかいうことなんですけれども、こちらはですね、ディアーズ奈良は奈良にもっと面白いことがある、もっと面白いことができる、もっともっと面白い奈良にしよう、そういうテーマからこのディアーズ奈良という放送局が立ち上がりました。その放送局の番組の一つがですね、この奈良スポヒーローズなんですね。さあ、この奈良スポヒーローズ、前回はですね、奈良クラブから選手が2人出てくれましたね。前回はですね、まあ、なんて言うんでしょうかね、わちゃわちゃした回になってしまって、あとそれとちょっと一つ申し上げたいことのが、あの、謝りたいことですね、謝りたいことがちょっとね、前回 BGM が大きかったということで、聞き取りにくいところが、あの、数箇所あったと思います、多々あったと思いますので、そちらだけ、お詫び申し上げます。今回はそういったことがないように BGM もですね、しっかりと調整してありますので、今回はお聞き苦しくないと思います。もしね、聞き苦しいとかっていうことがあれば、Facebook であったりホームページの方にね、今見れますので、こちらでちょっと報告していただけたら、 BGM とかもね、音量とかも調節できますので、ぜひこちらの方にもね送っていただきたいなと思います。さあ、今回の奈良スポヒーローズですね、今回ですね、なんとね、ゲストが3人多いですね。ここね、マイク3つ並んでおりますが、その3つをねフル稼働したいと思います。では、まずこの選手ご紹介いたしましょうかね。ではキャプテン登場。今回の一人目のゲスト、奈良クラブのキャプテン、橋海人浩一選手です。あ、どうもこんばんは。奈良クラブキャプテン橋海人浩一です。奈良県出身。おい、まだうるさいよ。外野がすごい外野の拍手がすごい橋海人浩一選手を迎えての奈良クラブ、奈良スポーヒーローズですね。すいません、自分の番組をね、タイトル忘れてしまいましたけれども、まずですね、橋海人選手、皆さんに、まあ、前回もそうだったんですけれども、ニックネームというか、この間だけの呼び名みたいなのをね、前回も聞いたんですけれども、僕なんてお呼びしたらいいでしょうか。ゴリさんで。ゴリさんでいいですか。ウホ。あ、そういうキャラクターなんですね。キャプテン、そういうので大丈夫ですか。全然大丈夫。あ、全然大丈夫なんですね。はい、あ、わかりました。じゃあ、僕も、あの、ゴリさんと、お呼びしますよ。お前、これでいいんかな。大丈夫ですか。いいですか。全然大丈夫です。あの、これ、放送流れてますんでね。あの、本当に、奈良クラブのサポーターの方、結構見てますよ。
ガイドでよろしくガイドでお願いしますガイドさんね、はい、ガイドさんでいきましょう、はい、ではガイドさん、はい、ガイドさんもね、ちょっとプロフィールの方をね見させていただきましたけれども、はい、まあ、簡単なプロフィールとしては1982年3月30日生まれの、はい、今おいくつですか？31歳です。31歳、はい、もう結婚もされている？はい、してます。しちゃいました。しちゃいました。最近の話ですか？2年ぐらい前ですか？2年半ぐらい前です。もうお子さんも？あ、いないです。お子さんはいらっしゃらない。このね、ホームページのね、プロフィール僕ね、ちょっと面白いのだけピックアップしたんですけれども。面白いのありました？ありました、ありました。はい、ありました。たくさんガイアがすごいですね、今日ね、ま、はい、ですね、今シーズンの抱負、目標のところにですね、なんで書いてました、まず J3 へ、これはね、もちろんだと思うんですが、あの、個人的な目標なんでしょうかね、はいはい、家を建てる出ましたね、家を建てる。そうなんです、実は家を購入予定。購入予定。はい、購入予定です。今年中？今年中ですね。お、はい、鳴らしない？残念がちょっと京都で。あ、京都に京都、ちょっと遠くないですか？大丈夫ですか？あ、でももうすぐ奈良なんで。はいはいはい。今ちょっと木津の方に住んでて、その木津の近くで、うん、家を購入予定です。購入予定でね、まあ、それに関連してるのかどうかわからないですけども、はい、最近ハマっていることハウスメーカー巡り、はい、これめちゃ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 家探してるじゃないですか。いや、本気ですよ。本気ですよね。ガチです、ガチです。まあ、確かに、はい、あの、人生でも一番というぐらいの買い物ですからね。そうです。もう、休みの日になれば。そうです、もちろん。もうハウスメーカー巡って、もう雑誌見て、この家がいいなとか、嫁と二人で。これでも結構ね、僕の勝手な予想ですけど、はいはい、お嫁さんのその何ですか、家の理想っていうかイメージとかっていうのがどん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 流れてきませんか？ね、基本嫁にそこは譲ります。やっぱり僕はこうサッカーを続けられるのはちょっと真面目な話になるんですけど、はいはい、どんどん真面目に喋ってもらっていいですよ。嫁のおかげなんで、うん、その交換条件として家を買うっていうのが、おー、サッカーを続けていいよ、でもとりあえず家が欲しいから家を買わしてねみたいな、うん、その交換条件でやってるんで、基本家のプランは全部嫁に。はい、今どん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 好感度が上昇中？上昇中ですか？すごいなんですかね、今グーンドーンなってますけども、でですよ、あと、はい、奈良クラブのこんなところが好き。こんなとこ、はい、はい、先輩をいたわらない後輩がいること。あー、ほんまに実にそうなんですよね、はい、今日来てる外野のやつらも、ほんまにちょっと先輩いたわらないっていうか、他にもいっぱいいるんですよ。はい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 。特にこの二人は、特にこの二人がやんちゃなんですか？もうやんちゃですね、ほんまに。なるほど。はい、やんちゃですね。ということは、そのやんちゃな二人、今日もね、ちょっともうそろそろ呼んでガヤガヤしてもらおうかなと思ってるんですけども。いや、もう最後まであそこでいいんじゃないですかね、今日は。あら、なんかもう、魂の叫びみたいな声が出てますけども最後まであそこでいいんじゃないかな。いや、お呼びしましょうかそろそろお呼びしましょうかね。多分ね、もう二人もね、喋りたくて仕方がないようなそんな感じもしてますので、ではここでお二人登場。どうぞ入ってきてください。さあ、出たあっちゅん。そしてでからの、からの顔出た。一瞬やったわ、全然一瞬やかわからん。はい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 、はい、座って、はい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 、座って、すいません。ではね、ちょっとマイク下がってるかもしれないので、オンにしてもらって。入ってますか？大丈夫ですか？ああ、聞こえます？聞こえる世界のみんなあれこんなやったかな。だいぶうざいんだけど聞こえる？自己紹介していただいていいですか？わかりました。え、マイク待って待って待って、なにこれ、嘘でしょ。わかりました。犯人え、ちょっとかけて
ちょっと、あの、じゃあ、先、チカちゃん、チカちゃん、あ世界の皆さん、こんばんは。今日もね、まあ、僕たちの奈良クラブの情報を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。名前は、田代チカラです。はい、田代チカラ選手、チカラ選手、頑張れ、よろしく。はい、はい。で、で、か、え、で、で、で、はい、ありがとうございます。え、なるほど、背番号3番のあっちゅうくんで、水原あつしです。罪名は、ハス出た、ハス出た。はい、あっちゅんこと伊沢敦史選手、お二方も今日とベストということでですね、ごめんなさい、あっちゅん、マイクね、僕いじってましたんで、わざと、はい、わざとです。そうなの、このままでいいよ、これわざとです。このマイクでやりたければ、あの、面白いこと言いたいときはこれで使ってもらってもいいです。声が変わるんで。この声で伝わってるってことですか。はい、もう一回言っておきましょうか、もう一回言っておきましょうか。ちょ、もう一回面白いやつ、いつものいつもの面白いやつやろう。Buenas noches todos. Hola, buenas noches chicos. Hey. Me llamo Atsushi Izawa. Buenas noches. Número 3 de Nara Club. Sí, 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 mucho gusto, eh. Un aplauso. Un aplauso para Atsu. Dale. Yo. Un aplauso. Yo. まあ、あの、僕そんなスペイン語で喋られたら、こんな合いの手しか入れられないですけど、大丈夫ですか。合いの手、ちょっと、ちょっと、あの、キャプテンが、キャプテンがもう、オブリガード、おいら、ゴーリーゴーリー、出た、もう分からへん、もうそれしか喋れない。こんなさん、お三方を今日ゲストにお招きしました。ではですね、もうあっちゅんとちかちゃんはですね、前回の放送もね、大丈夫ですか、前髪大丈夫ですか。はい、前回も出ていただいて、まあ多少ね、あの、自己紹介とかもしていただいたので、あの、お二人から見たキャプテン、キャプテン、はい、キャプテン、キャプテンどんなキャプテンなのか、ちょっとご紹介というか、まあ自己紹介ならぬ他己紹介ですね。Capitán de nosotros se llama Koichi. Koichi. Cabeza grande, como cabezón. Un poco gordo y qué más. Un poco alemán. Un poco alemán, ¿no? Un poco alemán, ¿no? ¿Nani? Scotch, Deutsch. Cuarto. 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 Alemania. Sí. Señorita.何、これは日本の放送でございます。せいせいせい。まあ、そうですね、やっぱり威圧感がすごいですね。威圧感、はい、キャプテンとしての、いや、もうキャプテンとしてっていうか、もう、こう、人としてね人としての威圧感って何ですか。やっぱ体も大きいし。確かに体大きい。そうなんですよ、威圧感が。いつも今もちょっとなんかこう狭い気するんですけどね。こう狭いけど、全然違いますよ、先週と。先週もっと広かったんですけどね。いや、そらそうやろ、一人人数増えてんねん。いやいや、そういうもんじゃない。いや、そうそういうもんじゃない。そういうもんじゃない。いや、威圧感でね、威圧感で狭く感じるなって。そうなんだ、ね、はい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 、仲間割れしない、仲間割れしない。ハスハスって言った、ハス。もう前回僕学んだ学んだこととしては、このハスとかナスを覚えたっていうだけなんです。あかんあかん、あかんあかん、これほんままたこの空気に飲まれてるぞ。はいはいはい、はい、あっちゅんから見てのこのキャプテンは、まあそうですねガイトさんは、まあ簡単に言えば、うん、あの、放送中やからもう感じない。まあ普段練習とか試合をしているあのピッチがありますよね。はい、ありますね。お、真面目な話か。こういう箱がありますよね。ありますね。まあそこが、まあ檻なわけですよ。檻、檻ですよ ね、 すね。なんかゴリラ的な要素出てきたぞ。うん、首ポキになったけど練習中はこうだ、檻の中に。だからそこで、うんうん、おそこで、うん、うほうほうほう、暴れるじゃないですけど、はい、うほうほうほう、まあ人間だ。
人間で言ったら、はい、まあ、あの練習一生懸命頑張るっていうのを、まあ、あのゴリさんなんで、まあ、まあ、なんていうんですかね、獣を追いかける的な、うん、え、そういうパターンあるんすか？追いかける的なところはやっぱりすごいですね。そのやっぱ追いかける時のスピードとか迫力っていうのもディフェンダーやっぱりすごいですね。奪いに行く時の伝わってる、はい、迫力とかはなんかそのそなんかすごいですすごいですだけめっちゃ反響してる田村田村じゃない方田村じゃない方田村じゃない方もうガイドさんそういう風に言われてますけどどうですか。いやまあまあなんて言われようといいじゃあまあガイドさんから見ての、はい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 、このあっちゅんとちかちゃん面白い方のマイクで面白い方のマイクで面白い方のマイクも多分入ってると思いますよ。タカちゃんでいいな。ガイド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 そうなる。そうやな。どうぞどうぞ。まあ力は、いつもこんな感じで、まあチームをこうみんなを盛り上げるみたいな、まあまあそうムードメーカー的な。あっす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 もこれ声変わってるから、ね。大丈夫です。それやばいっちゃ。ハッシュみたいなハッシュみたいな的な存在で、うん、まあまあ、うん、ほんまこうチームの雰囲気を大切にしてくれてる存在ですね。おあざっす。照れるぜおい伊沢はドキ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 本当に足が臭いんですよ。おーっすあーっす出たありがとうございます。あっちゅん出たほんまに臭くてはいはいはいほんまにもうたまらんすどうすか今さっはっ寝てますはっはっ寝てますあっすまあ今スクール子供たちと一緒にサッカーやってきてはい完全に今こもってますよね、まあ、そのままの足で来てるんでそれ子供たちから何か言われたりしないんですか。毎日言われてますよ足臭いって。まあだからまあ例えばゲームなんか遊びで追いかけたりするときにまあ追いかけなくても足の匂いで逃げていくんですよね。マジですか。まあ基本的に半径3メートルぐらいはねただの嫌われ者としか僕思えないんですけど大丈夫ですか。ちょっと匂いなんですよねやっぱり匂いの結界が張られてるからやっぱりこれまた大変なことになってきたぞ。足の匂いでもう僕どこにどこに行けばいいのかがよくわからんようになってきてるぞ。テリトリーに入ってますね。もうもうそ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 う。もうむしろもう俺らも臭くなってますよ。体気づいてないと思いますけど。マジですか。慣れてるからもう慣れてきたから、うん、だいぶ免疫もついてきて、うん、もうこの匂い平気っすけど、はい、もう外出たらもう俺ら匂いの結界匂いの結界あかんあかんあかんもう奈良クラブ足臭いみたいになってしまうからジャンさん臭いのこいつだけやから足臭くてだ今俺ら体臭くなってますだから風呂3回入ったら落ちるんで。あ、そうなんですね。じゃあ毎日風呂3回入って匂いも落としてで最終的に1日過ごしたらまた足臭くなっての繰り返しですか。いや違います。違いますね。違いますね。違います。違いますね。あかんあかんこれはあかんでまたこの大変なことになったよし戻そう戻そう俺もこっち寄りや俺もこっち寄りやありがとうございます。もうキャプテンがいるだけで今日違うぞ。俺こっち寄りやったわですねこのまま行くとねまた僕がズル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 引き込まれていくだけなのであっすはいあっす今日はですねちょっとねこのまかんわ頑張れ今日はですねはいはい頑張りますよ。今日はですねちゃんとこの番組企画を持ってきております。企画を持ってきておりますよ。ちょっと待ってくださいよ。その企画名も題して奈良クラブ何でもナンバーワン。おいうことでですね、奈良クラブの何でもナンバーワンを決めていこうじゃないかということでよっとねホワイトボードを用意しております。はいよほんまにテレビ的なもんやったよ。はいちょっと回していただいてもよろしいですか。おお
そちらに僕が今から言うお題に対してこいつが当てはまるな、この選手が当てはまるなという選手をご記入いただきたいということですね。僕が伺うに奈良クラブはイケメンの選手が多いということですので、自分の中でこの選手が一番かっこいいな、この選手が一番イケメンだなと思う選手をホワイトボードにご記入ください。イケメンね。はい、イケメンか。それね、自分が一番かっこいいと思ったら自分の名前を書いてもらってももちろん結構です。イケメンです。はい、でもイケメンってそのどういう、いろいろあるじゃないですか、種類が。種類ね、ワイルド系とか、はいはい、爽やか系とか、全部取り揃えてるんですよ。マジですか。全種類。全種類、ちょっとこう、くくり言ってもらえたらね。そうやな。野生的なとか。そう。ちょっとこう、まあ、なんかこう、乱暴な感じがいいとか。うんうん。単発で、ちょっと。単発で。ゴリラっぽいとか。ゴリラっぽいとか。野生的。野生的とか。その、じゃあ、ワイルド系は。ワイルド系。いきましょうか。ワイルド系イケメン。ワイルドイケメンいっときますか。よし、行こう。はい、じゃあワイルドイケメンをホワイトボードにご記入ください。はい、さあ、どんな選手の名前がね、このホワイトボードに書かれるんでしょうかね。まあ、ワイルド系のイケメンですから、どういう選手なんでしょうかね。爽やかとはまたちょっと違うっていうことですので。ただこの奈良クラブすごいですよね。ワイルド系のイケメンもいれば爽やか系のイケメンもいるということですので、さあお前らさ、さあ、なんかこのできた、できた、できましたか。できたよ。そう、できた。かけましたか。かけましたか。もし消す場合はちょっとこちらに1本しかないですけども、消していただいて。やめろ、こいつやめろ、俺。なんで。あら、ここで変更ですか。選手の変更。ワイルドワイド、ね、あら、チカちゃん、サウスポーなんすか。そうですよ。左利き、お、ダメ。左利き、二人ともシーシー。これまた意外な面が、ペンを持つことで意外な面も発見できましたね。左利きらしいです、二人とも。出ましたね。ちょっとずつ書いてますよ。さあ、書けましたか。書けましたでしょうか。ホワイトボードに今、ワイルド系イケメンを選手たちに記入していただいております。奈良クラブのワイルド系イケメンは誰だ。奈良クラブ、なんでもナンバーワン、NNN です。 NNN、 できました、できました。書けましたか。では、一斉にホワイトボードをオープン。じゃじゃん、じゃじゃん、じゃじゃん。はい、では、はい、見えますか。僕は、はい、誰って書きましたか。2番の岸本選手ですね。岸本選手。はい、まあ、何がワイルドかちょっと説明させてもらっていいですか。はい、はい、どうぞ。顔がワイルドとかじゃなくて、うん、プレーなんですよね。お、プレーがワイルド、いいですね。去年一昨年かな、脾臓を破裂させながら、うん、プレーを続けて病院に運ばれたっていう。めちゃめちゃなんか武勇伝。はい、ワイルドでしょ。ワイルド。はい、で、4年間練習生やのにずっと居続けてるっていうワイルドが一面があるんです。ワイルド、ワイルドでしょ。練習生やのにずっとワイルドです。ワイルド。2番の岸本選手がワイルドだと、はい、ガイト選手は言うておりますが、さあ、どっちから発表しますか。発表しますかっていうか、なんか書き足してますね。あっちゅん行きましょう。行きましょうか。あっちゅんは誰ですか。じゃじゃん、ゴリガイとゴリイチ先輩。出た、ゴリガイとゴリイチ先輩。もう A まで書いてもらってますけど、この A もゴリラですからね。もはやゴリラですから、ね、全員ゴリラですよ。ちょっとじゃあ理由、間違いない、理由だけ説明していただいていいですか。理由ですか。はい、理由を。いや、これ言いたかっただけです。ゴリラとゴリイチって言いたかっただけです。出た。はい、え、ちょっと褒めてや。バモスゴリガイとゴリイチ、ゴリガイとゴリイチだよね。バモスゴリガイとゴリイチ、ゴリガイとゴリイチだよね。バモスゴリガイとゴリイチ。コイチ言うた、今コイチ言うた。あ、しゃあないな、それ。しゃあない、しゃあない。はい、じゃあちかちゃん。はい、ちかちゃんも発表してください。じゃじゃん、背番号4番、
翔平ニーヤン翔平ヘイということでね、はい、翔平ヘイ翔平ヘイ翔平ヘイ塚本翔平ヘイニーヤンですね。ニーヤン、はい、どこがワイルドなんですか。あの、濃いんですよ、毛が。そういう濃い、はい、そういうワイルド毛が濃いし、まあなんか濃いとりあえず濃い、濃いんすよ。それがワイルドだと。ワイルド、泥棒みたいな顔します。そう、泥棒そんな選手いなかったですよ、僕。いろいろメンバー見ましたけど、4番、ほんまにそれは泥棒です。4番泥棒です。翔平兄やん翔平兄やんは泥棒です。翔平兄やん、そんなこと言われてますよ。翔平兄やんは後で仕返しとかしないとこれ大変なことになってますよ。炎上っす、炎上。ちゃんと濃いのちゃんと書いてるんですね。めちゃめちゃ濃い、めちゃめちゃ泥棒顔。これ知ってます、ここ。これ全部胸毛ですよこれ胸毛です。これすごいっすね、逆にすごいっすね。そこまでいくと、もう首毛とかもありますからね。首毛、もう実は背投げとかももう暴露されておりますよ。裸のところ暴露されてますよ。大丈夫ですかこれ、まあ、血毛に至ったよね。もうやめときましょうか、やめときましょうか。わーはっはっ、これで行ってみて。ではですねではですね、ではですね、続きましてのお題いきましょう。続きましては、奈良クラブで一番のムードメーカーは誰か。ムードメーカーは誰か、こちら行ってみましょう。奈良クラブ的ムードメーカーは誰か。まあやっぱりね、選手というかこのスポーツチーム、試合をね盛り上げていくためにはムードメーカーっていうのも必要になってきますよね。そのムードメーカーは一体奈良クラブで言うなら誰なのか、それをね、ご紹介していただきたいと思いますね。トラブルメーカーやったらいいね。ではホワイトボードに今ご記入いただいております。さあ、どんなムードメーカーがこのホワイトボードに名を連ねることになるんでしょうかね。さあ今ね、お三方それぞれに書いておりますが、ちょうどねガイト選手が書いているのが僕のところから見えるんですけど、これがね A 付きですか。やめときます。やめときますか。やめときますか。あとあっちゅんとちかちゃん一生懸命書いてますね。もう本当に童心に戻ったかのようにね一生懸命書いておりますが、書けましたか。じゃあ、先にガイドさんから発表しましょう。ガイドさんが思うムードメーカーはこちら、じゃじゃん。ナンバー9、田代力出た。さっきも言いましたけど、やっぱり、はい、よしムードメーカーやと思います。はい、どういうところで盛り上げてくれますか。詳しくは YouTube で田代力で探してもらったら、前の全チームの所属の時に、メンバー外やのに一人ハーフタイムで歌ってるシーンがあるんで、それ探してください。もうそれ見たらもう爆笑しますから。歌ってるんですか。完全に歌ってます。完全に歌ってます。伝説残したかったんですね。それ YouTube に残ってる。残ってます。完全に伝説として、まあ、気になってる人はもうここまでアクセスください。出えへん、出えへん、それ出えへん、それ出ない、出ない。どこかで。はっはっはっ、田代選手の歌ってる姿が見たいという方は YouTube でぜひチェックしていただきたいと思います。さあ、それではあっち行きましょう。あっちゅんが思うムードメーカーはこの方、じゃじゃん。そんなついた。発表どうぞ。マーシー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 。誰ですか。マーシー。マーシーって言ったら、背番号で言ったら何番ですか。背番号何番の選手ですか。9番。9番。9番マーシーやったっけ。9番。9番マーシーで登録名ですか。登録名。違うでしょ。え、ニックネームマーシー。マーシー。何も出へんよ。何も出へんよ、それ。あ、力です。はい、どういうところがムードメーカーなんですかね。やっぱりね、はい、数々の修羅場をくぐり抜けて、うん、ここまで生き抜いてきてる。はい、引き出しの数が違いますよね。引き出しの数が違う。あ、すごいよ。ありがとうございます。なんか出して、ほら引き出しの、はい。なんでぐるぐる、なんでぐるぐる、入っちゃダメ、ミフィーちゃん、ぴょんぴょんぴょん。なんでぐるぐる、なんでぐるぐる、入っちゃダメ、ミフィーちゃん、ぴょんぴょんぴょん。いや、次が。これ僕も乗りたかった。
かわいいでしょ、ね、かわいいでしょ、かわいい、こっちもすごいんですよ、かわいいです、なるほど、サッカーの時もですけども、はい、プライベートで、みんなでとかの時も、お酒は3人とも飲みます？そうですね、あのたしなむ程度に、たしなむ程度にね、まあ軽くね、いやなんか僕のイメージですと、スポーツ選手は結構酒豪なんちゃうかなみたいな、いや残念ながら伊沢は全然飲まないです、あっちゅんは飲めない、うん、下手れですね、あっちゅんはうまいこと逃げます、違うんですよね、カクテルとか、いやめちゃくちゃ飲まされるんですけど、やっぱり飲まされるんですよね、飲まされてるんですよ、はいはい、でもなんかそういうところばっかりをなんかついてくるんですよね、逃げるってみんなそんなことしてるんですよ急に必死すぎる急に真面目か、ね、必死すぎる本当にね、うん、頼むよ次、はい、じゃあ次行きましょう、すいません、じゃあちかちゃんが思うムードメーカーは誰でしょう、ホワイトボードをオープン、じゃじゃん、清水正幸めっちゃかっこいい、ヤマトやん清水ですね、清水選手がムードメーカーだと、そうですね、どういうところムードメーカーなんですか、ムードメーカーっていうかなんかアホなんですよね、とりあえずアホ、なんか僕あのアホとか聞いてないですよ、ムードメーカーを聞いてるんですよ、肩幅が狭いんですよ、肩幅、この絵で分かる通り、まあ、ちょっと分かります、肩幅狭っていうか細っ、肩幅むっちゃ狭いんですよこいつ、全然似顔に似てない全然似てない、肩幅狭いんですよ、はい、肩幅が狭いで、なんかあのもうなんかチンピラみたいなノリでね、はい、なんか、まあ、例えば、まあ試合に行く前に、みんなでエンジン組んだりするんですけど、うん、それやるじゃないですか、で終わった後に、終わった後にね、こう、ベンチのメンバーとか、メンバー外のメンバーとか集まってやるときに、大概、清水が率先して、はい、温度を取るんですけど、おいいじゃないですか、まあそういう時に、チンピラみたいなノリで、よっしゃ、行こうよ、よっしゃ、おらみたいな。確かにそれだけ聞いたらほんまにチンピラみたいに思いますけど、大丈夫ですかね、まあ、そんな感じで盛り上げてくれてますね、盛り上げてもらってるんですね、はあ、ムードメーカーですね、そういうところで、でもちかちゃんも2票入ってましたよ、ここですごく嬉しいですね、すごく嬉しいっす、自分がムードメーカーっていうようなその思いっていうかなんかあるんですか、その俺今盛り上げてんなみたいなとか、盛り上げてんなっていうか目立ちたいんですよね、おいいですね、とりあえずだ写真撮るときはまず真ん中に行こうって今真ん中に意識してます、はい、なんでこんな真ん中いる、真ん中いる、真ん中いるっていうか、顔のアップすぎて大変ですけどそれはあとで Facebook にアップしてます、そうですね、はい、じゃあまあそのムードメーカーもやりましたんで、なんかこういうのでちょっとナンバーワン決めたいなとか、もしそちら側からお題があればなんかやってもいいですけど、例えばね、例えばで言うならば、なんですかね、あーじゃあモテる人とか、あーそっち、じゃあモテ、それか真面目にスポーツ的なそのサッカー的な要素でいくか、え、でもこれはどっちがいいんですか、番組的に、番組的にはその面白い方で、面白い方ですね、面白い方でモテる人、モテる人いきましょうか、モテる人、じゃあこれ最後です、モテる人、ね、奈良クラブ的モテる人は誰だ、ナンバーワン、ガチでいくんでしょ、これガチでいきましょう、まあやっぱりねサポーターも多いですから、バレンタインとかね、そういう時にめちゃめちゃチョコもらってるやん、羨ましいなとかいう選手がいたりとかね、いや僕もちょっと分かんないですよ、想像で話してますけども、そういう選手がもしかしたらいるのかもしれないですし、なんかこの人この選手めっちゃファンレターもらってるやんみたいな、そういうのもあるかもしれないですね、さあ誰が一体モテるのか、このイケメン揃いの奈良クラブで誰が女性にモテているのか、それをね、今からナンバーワンを決めたいと思います。書けました？書けました。書けましたね。ちょっと待ってください、ね。あっちゅんがちょっと悩んでいる。候補上がってるんですよ。候補は上がっている。さあその候補の中から誰を選ぶのかいうことですね。
で、ガイトさんとチカちゃんはもう欠けている。いや、ちょっと待ってください。チカちゃんもまだ欠けていない。これ結構皆さん悩んでますね。モテているっていうのはモテているっていう意味で捉えてもらいたいんですけど、これたなんか面白いのが出てきましたか？全然面白くないんやけど、やっぱやっぱりチーム内では面白いみたいな答えもね、当然あると思うんですよね。そうですね、あるんです。そのチームのノリっていうかね、僕も選手ハスとかナスとか学びましたけども、これね、でもね、ハスとかナスとかね、やっていったらね、結構面白いんですよ。サポーターの皆さんもね、これ多分ね、サポーター内で流行るんちゃうかなとかって思ったりもします。おガイト選手も書き直しましたね。書けた人から挙手制でやっていきましょうか。はい、じゃあアッチュンいきましょう。アッチュンが思うこいつが一番モテるのは誰だ。もうダントツ間違いないです、この方。ドン、じゃじゃん、ブヒノサトル。いやいやいや、そう、ブヒノと読まないでしょ、星のでしょ。しかもサトルの後にブヒって書いてるし、ブヒノサトル、ブヒ。星野選手がモテてると。ダントツっすね。ダントツ、どういうところが。どうやったらこんなモテるのかというところ、まあ見習いたい、うん、教えてほしい。おう、それはやっぱりなんかさりげない仕草であったりとか、そういうところでモテてるんですか。もうでももうあれですね、追いつけないですね。追いつけない、もうかっこいいし、キザやし、うん、うん、間違いない。お前がナンバーワンだよ、言われてますよ、星野選手。いいっすか、これで。お前がナンバーワンだ、豚。豚って言われてますよ、これ。イケメンと豚とまた違うと思いますけどね。ガイト選手書けましたか。はい、書けました。ではガイト選手の思うモテてるのはこいつだ、じゃじゃん、豚。端的やし、名前言うてないし、もう豚言われてるし。いや、もう星野悟ですよ、星野選手。もう間違いなく、間違いない。もう奈良の情報雑誌パープルの表紙を飾ろうかぐらいの勢いあるこの男。実際に飾ったことはない。表紙、あ、でも表紙エントリーしましたね。エントリー、イケメンエントリーみたいな、はいはいはい、ちょうど半年ぐらい前かな。やのに、やのにこの絵ですよ、豚。そう、豚はいいんですか。全然豚目、豚目、豚もしくは、うん、ザーボン。なんてもう一回言ってください。ザーボンさん。ザーボン、ザーボンってなんですか、ザーボン。あ、ドラゴンボール世代ではない。ザーボンさん。ドラゴンボール捕まえなさい。ドラゴンボールのね、ドドリアさん。そんな言うてるチカちゃん、かけましたか。はい、いいっすか。はい、チカちゃんが思うモテてるのはこいつ、じゃじゃん、星野デブルー。もう満場一致じゃないですか。満場一致で星野デブルー。しかも A も、 A めっちゃ大丈夫その絵。ギリギリやな、絵絵がギリギリやで。なんか関取みたいになってますよ。いや、もうね、モテますよね、ほんまに。やっぱりモテている。横綱やな。そう、横綱っす、もういろんな意味で横綱っす。マジっすか。なんかデブーで臭いんすけど。あかんって、もう匂い出したら。でもモテるんすよ。モテる。なんでやろ。仕草とか優しいんすかね。ああ、なるほどね。まあ、車の中も家の中もむちゃくちゃ汚いんすけどね、うん、めっちゃ発表されてる。体の中も汚いんすけど、ね、うん、めっちゃプライベート発表されてるよ、うん、すごい。あの足の甲のここの毛とか、うん、めっちゃ気持ち悪いな。間違いない、間違いない。そこの毛とかも、もっさもさでも、もっさもさでもね、臭いしね、匂い出してるし、獣種感じ。モテているのは星野選手でした。デブルー、デブのサトル。あかんあかんあかん、これまた飲み込まれてるパターンや。続きましてのコーナーいきましょう。続きましてガサ入れ浜崎のカバンチェック。さあ、今日はですね、このお三方にカバンを持ってきていただきました。そのカバンの中身をね、ぜひとも見て、見させていただきたいなと思いますので、さあ、お三方カバンをご用意ください。やっぱりね、選手が普段持っているカバンっていうのも気になりますし、そのカバンの中身ですね、中身どんなものが入っているのか、そういうのもね、気になりますよね。やっぱり僕らとしてはですね、こういうものを普段持っているとかって教えてもらったら、その教えてもらったものを欲しくなったりとかね、
あこのカバンめっちゃかっこええやん、さすがやっぱりスポーツ選手やな、サッカー選手やなって思ったりもすると思いますので、なかなか選手のそのプライベートのカバンとかもね見ることもないので、プライベートやったんや。あこれプライベートじゃないですか。僕は練習に行っているカバンを持ってこいって言われたんで、はい、はい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 、その練習の時に持って行っているカバンですね、うん、あじゃあそのカバンでも結構ですよ。まあ中身がね、どういう中身が入っているのかっていうのが、ねはいはい、気になりますので、その中身とかもね、出たぞあのマイク、あかんわあのマイク、遊びに使われるぞではあのガイド選手、どういう中身があるのかちょっと中身いきましょうか、チェックさせてください。僕がチェックしていいんですか、それでもなんかこれ、こんなん持ってますよ、こんなんめっちゃおもろいですよとかこんなん、まあサイドに入ってんのは何ですか、それはクラブ、奈良クラブの選手証、選手証、選手証があったらどこ行けるんですか。まあいろ、ね、まあちょっと業務提携じゃないけど、うん、あのしてる飲食店さんとかでちょっと割引が、割引が効く、効く、割引じゃなくてタダで、いやタダではない、タダではない、はい、割引が効く、割引が効きます、それ結構重要ですね、重要です、ね、これは必要です、やっぱりね安くあげたいですから。 あと表の、表のアイシング、はい、レガースですね、それもやっぱり必要ですよね。そうですね、狭いです、ね、狭い、まああとは狭い、うるさいうるさい、いやつそうそう、いやつかいやつか、あとはもう着替えと、着替え、狭い、あこれやばい、18の時に初めて、違う違う、赤赤赤、それほんまの子なのよと思われるからこれはあのプロテイン、プロテインですね、プロテインですね、そうそう、プロテイン、滑った今、滑ったな、で、まあ、あのお風呂入れるから、お風呂練習後にお風呂セットだとか、うん、それもう匂い取らなあかんし、伊沢の匂いが取らなあかんから、ちょめっちゃ臭いです今、めっちゃ臭いです、やばいです、あ、お前が自分の匂い、あと俺なしちゃったごめん、俺なしちゃったごめん、あとカンカン、はい、お何これ、失敗しない和食、出た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 、どうしたんですか、アピールどうしたんですか、料理でもしてるんですか、そうなんですよ、お毎週水曜日僕してないよ、お仕事お休みなんで、してないよ、嫁がいつも料理作ってくれるんですけど、うん、水曜日はさっき本屋で買ってました、さっき買った、僕がネタ作り、うん、作ってます、ネタ作り、例えばどういうの作るんですか、これ和食ですけど、あもう何でも見ながら、はい、得意料理とかないです、ちなみに鶏飯、鶏飯乗る人、2週間前に鶏飯、鶏飯乗る人、はい、鶏飯ちょうだい、うるさいな、鶏飯って鶏飯のことじゃないですか、鶏飯は鶏飯、鶏飯は鶏飯、鶏飯は鶏飯、これはうちのおかんの郷土料理なんです、奄美大島なんですけど、ああそうなんですか、はい、そこの郷土料理で、まあちょっと茶漬けみたいな料理なんですけど、だしで食べる、食べる茶漬けなんですけど、はい、それを2週間前に作ったらこいつらが突然家に現れて、現れた、はい、ごちそうしました、こちらに、美味しかったですか、ちなみに、ちなみにお二人、お二人、ウェーボーウェーみたいな、うわおーうわおー、違う、ウェーボーもうあかんぞこれ、はいはいはい、じゃあ、まあっちゅん行きましょう、あ、ちょっと待ってください、まだ発表したいものがある、はい、で、もう何やこれ、あのこれいつも入れてる、あの嫁とのツーショットの写真ね、出たこれね、アリバイ工作、出たこれちょっとこっちで撮りましょうか、一回ね、さっき一回家帰って入れてたアリバイ工作、絶対入れてない普段、アリバイ工作、あーもうね、嫁さんとのこう入ってますか、これ今入ってます、入ってますね、これちゃんと、やらしいわこの人、写しとこ、はいはい、写してくださいね、一番大事なのが、まあ、ちょっともう一個、和食からのじゃじゃん、鶏飯乗る人、おけい飯、手あげてで、まあ最後はこれですね、やっぱり出たからのやめろー、あー膝は持ってるんすね、そうなんだよ、犯罪レベルだよ、犯罪レベルだよ、肌さずもう持ってますね、俺は、はぁ、あ、持ってます、何株を、またこれ、やば、監督の写真を、監督持っている、もうこれぐらいの年に、はい、これぐらいの年になると、あのサッカーは実力とかじゃなくてゴマすりです、おい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 言うていいですかこれ、ちっそれはあるけれどもさ、これ見てますよ結構、皆さんそれはあるけれども、僕は実力じゃありません、ちっす、僕はゴマすりです、ゴマすり、あっガイト違うもういいですか、ハッス、関節ハッス、ハッス、
はい、じゃあ次行きましょう。次どちら行きますか。行きましょうか。じゃあアッチン行きましょう。ちょっと僕あら練習終わって、はい、一回家帰ってるんですよ、はい、そっから仕事行くんで、うん、カバン、練習のカバンを一回、うん、一回あの、置いてから仕事用のカバンを変えて、うん、持ってくるんですよ。あっちあっち気づいてますか、うん、肩出てますよ。あ、そう、あ、いいよ、うん、3人も危険すぎる、お前お前危険すぎる。はい、はい、はい、一回家帰った時のカバンであるとからあの、うん、仕事のカバンに切り替えてのカバンなので、はい、これは橋本さんみたいに練習着は今入ってません、うん、入ってません。その中の中身はどんなものが入っているのか、ね、まあ、例えばこういう奈良クラブ、うん、ホームゲーム招待券、おいいっすね。道端でとかね、道端で配っている、配ってないんですけど、配っていない。ちょっと早いってそれセロハンテープ出てきましたよ。これをね、はい、例えばポスター、ポスターに7グラムポスター持ってます。はい、あのたまたま行ったお店買ってくれるようになりましたとか、はい、あのところ行って言いますね。それいります、いります。すぐ貼れるようにね、セロハンテープ貼れるように常に忍ばしています、うん、ですぐ貼れ、鼻にも貼れるように忍ばしていると。そうそうそうそ う, そう、意外と上がっていないというね、来てくださいねとか、はい、渡したりとかっていう宣伝のためにも常に持ち歩いている、ね、うん、持ち歩いていると。はい、他他次行きましょう。次次行きます、うん、次行っときましょう。やるんやったらもうちょい傾斜傾斜欲しいからもうちょいもうちょい欲しかったね。それぐらいは状態で。次行きましょうか。行こう行こう、次どんなものが出てくるんでしょうね。例えばもちろんこういうのも持ってますよね。あ、持ってますね。これナラスポヒーローズの宣伝のポスターじゃないわ。ナラスポヒーローズ、ありがとうございます。どんどん宣伝してください。宣伝してもらうのはいいですけど、今セロハンテープ顔にくっついた状態ですからね。そうですね、ちょっと、もうもうちょほんまにたまたま赤いやつとかあるかもしれんから。赤いやつみたいな、赤いやつ、そういうの、そういうの出すよ、出すよ、赤いやつ。めっちゃアッチュンいじられてるやん。それどこの効果？ゴスペル、ゴスペルコネフト、コネフト、セポエデスビラコレピ、あは、あは、オブリガードテレガロ、アザース、アス、エイキャス、エイ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 ボルード、エイキャプテン、キャプテン、ちょっとまとめてください。こいつらうざくてね、早く進め、何も書いてない。あとノートね。ノート、何も書いてない。これ芝居工作でしかない。勉強してますみたいな。形だけやん、形だけ、形から入れたい。本物のノートです。お、本物のノート、こっちはこれすごいね、本物ノート。本物、そんな早くやれ、本物、ね、本物ノート、普通のノートやと思う、うん、思います、思います。なんと表紙に大事なもの入れれちゃいます。ああどうだここだでもそこの中何も入ってないじゃないですか今。何も入ってないし、何も入ってないし、入ってないし、アリバイ工作や。なんやねん、何やこれ。そうだよ、この2冊は。ありがとうございます。そのノートもこれからいっぱい使っていこうっていうノートですね。全然使えてないやん、お前。はい、そうだよ。なんか発表したいもの、もしくは面白いものがなければ次行こうと思いますが、はい、次、最後。ナラクラブジュニアの平松拓人っていう子供、はい、にもらった手紙とかももう入れてますね。いいですね、こういうのいいですね。タクト、いつも持ってるぞ。タクト君見てますか。タクト君、手紙がちゃんとカバンの中入ってますよ。出し忘れ、出し忘れ、完全に、完全に出し忘れ。ちょ、半分当たってます完全に出し忘れ、言わんかったよかったのに。返事くださいって言われてるやつまだ書いてるんですけど渡せてないっていう。それ早く書きましょう、早く渡してあげましょう。昨日合ってるんですけどね。せっかく昨日合ってるの渡しときましょうチョイスじゃねえよ、チョイスじゃねえよ。次行きましょうか、次行きましょうか。行きましょうか。はい、チカちゃん行きましょう。行こうか。チカちゃんは何が出てくるんですか。なんか、お、でっかいカバンですね。荷物の整頓がね、苦手なんで。整理整頓苦手。でかくなっちゃうんですよ。でかくなっちゃう。でかくなってたら結構持ち歩きがしにくいですね。早くやれや、お前。でも普通に。普通に。帽子。帽子。
帽子 ね、 そうだね、帽子ね、やっぱ太陽の下、まあ、運動するには帽子も必要です。今日午前中練習で使った。なんでそんなもんできない、ね、臭いから、臭いから、いや、ほんまに臭いです。臭いからこう練習で使った。うわ、来た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 、嘘です、爪当て。それもね、さっき爪守るし、はい、さっき発表しましたよ。そうですね、もうちょ、来た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 、ベジータやん。モビルスーツ来たぞ。あとまあ、着替え、服しか出てきてない、服しか。じゃあ、こういうとこ大事だよ。あと、うん、ほら、来た、やっぱりこれ、え、女の子大募集。やっぱそういうの、そういう便利なんですね。これ、いや、JR 奈良駅前でもらったっす、これ。奈良駅前で、そういうの言うてしまったら、もうどこで渡してるとか分かってしまうから、あかんかん。あ、手帳。手帳ね、手帳も必要です。手帳。はい。未払いの水道料金。未払いの水道料金。3月分。じゃあ、これ、あの、なかなか払いに行けなくて。あ、リアルだ、これ。じゃこれ、払いに行く、これは払っときましょうか。だから今、ちょっと、1月分もまだ払ってません。1月分、結構。4月30日まで払ってくださいって書いてます。おい、払ってきましょうか。これ、遅れても行けるんです。たまんぞ。遅れても行きますけど。払っときましょうか。はい。あの、整理整頓、こういうところも出てますよ。そうなんですよ、ね、そう。気づいたらもうなんかやばいことになってんすよ。うん、払っときましょう。これ未納になりますんで、払っときましょうか。もう未納になってるしな、これ。これいつでも払えるように入れてんねん、今。いつでも払えるんやったら、早く払ってください、もう。入れといて、入れといて。こんな感じですか。まあ、あとは、こっちの逆ポケットに。逆ポケットもなんか面白いものが入っているということですか。ジェル。ジェル。やっぱ髪型。ヘイ。ヘイ。チカちゃん髪型重要ですからね。シャンプー、シャンプー、シャンプー、イコンディショナル、シャンプー、アンジャオ。それから、まああと洗顔とか。洗顔。プロテインな。あと、足プロテインの、プロテインの。もう容器だけやったら別に出さんでいいですから。あとこれこれ何だっけ？ワックス？グリス。セラティーナ、セラティーナ。グリス。グリス。髪の毛に塗る用のアクセ。めっちゃなんかそのヘア用品アクセ出てくる出てくる。あのあダブなら、ダブな、ダブのダブの宣伝一回しとく。臭いからね、やっぱり、ね、臭い、臭いから確かに匂いのものね、うん、確かにそれで抑えられますけど、ハスハスいう感じですか。そうですね、そんな感じですか。はい、無駄遣いがすごい。あれで何円分損したの。すごい匂い。もうすごい楽しかったんですけど、結構ね、時間も差してまってきました。時間がね、差してまってきました。7人も見てんのに。7人も見てますか、今。7人見てます。7人も見てんじゃない、これほんまや、7人視聴中でなってますね。7人も見てる、見てますか、7人。今の誰ですか。誰でもいいでしょ、別に見てる人。カード、カードね、カードいります、いります。かぶってる、かぶってる。何、ドーナツクーポン、ドーナツクーポン出て、期限切れてんやろ。よっ、応じてやめろ。では時間もね来ましたので、ここで告知タイムいきましょうか。告知タイムいっときましょうか。そうですね、今週末、はい、一応クラブチッタの方で、イベントの方させていただきます。そういうクラブ回しますね。5月12日は5月12日、そっちいるでしょ。お前のせいで1人減ったやんか、お前。6人になったわ、うせやん、お前、おもんないこと。さっき7人やったのに。ちょっとお食事、お食事行っちゃった。違う。5月12日の宣伝を早くして、ちゃんと。ポスター持ってきたね。日岡山で5月12日日曜日14時からみんなで集まって登山。登山？日岡山を登山？違うっしょ。登山。違うっしょ。日岡山のグラウンドで2時から。万里温泉加古川と。はい、加古川と。リーグ戦4節ありますんで、暇な人、暇ではない人、全員来てください。全員来ちゃいましょう。はい、全員来てください。1万人集めます。1万人ね。アウェイですけど。力1人増えた、また。よっしゃ戻った、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 今の1万人や。
バンベニードやるでアミゴやったるでやったんでもう負けへんでよっしゃそしたら3人全部勝つで3人一言ずつ意気込みで終了しましょうふっはいじゃあチカちゃんからいきましょうやばい。いやいや。ちょっと思った。一番最後でしょ。そう。今そうか順番ミス。いやキャプテンに締めた方がいいかな。じゃあキャプテンからいきましょう。そのタイミング自分のタイミングだはしがつさんめちゃくちゃオンチな忘れてましたああなるほどどのタイミングでとか言ってましたそのままもうできないそうそうそれはあかん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 あっちゅん行きましょうあ、ほかおりのおかげでも一人増えたああ増えた増えたありがとうございますじゃああっちゅんあっちゅん行きときましょう意気込みを一言ガツンともうやな土星で魔女パルティードムイドゥーロ一人減った一人減った一人減ったあ、増えた戻った戻ったムイドゥーロペロペロペロアイケガナルシードシーセイセイノソトロセギモスアシエンドドゥーロもうやなプレスケロケメノスノサポジェンノサアリエンティンポルフォールこれここに日本の番組ですバモバモナラクラブバモバモナラクルーブバモナラクルーブシャーレ終了終わりました終わりました ?OK?OK?、OK? OK? スイッ OK! イエーイ全然分からなかったけど、まあ、勝つっていうことでしょ要は勝つっていうことでしょ間違いない。じゃあ、最後締めてください。よし、締めよう。力。さっきの、さっきの、さっきの面白かったのに。やりきれぜたかつナラスポヒーローズまた来週ブン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 一人増えたじゃん最後10人